フランスの有名女優が日本の大衆食堂を大絶賛し話題になっています。皆さんはフランスの有名女優レア・セドゥをご存知でしょうか。全世界の興行収入が驚異の599億円を叩き出した007ノータイムトゥーダイ、この作品で007シリーズ初となる2作連続でボンドガールを演じたのがレア・セドゥです。ある時映画のプロモーションで訪れた日本で空き時間にショッピングを楽しんでいたレア、お腹を空かせた彼女が興味を示したのはなんとフランチャイズのうどん店でした。実家は代々続く大富豪という超セレブである彼女は B 級グルメなど食べたことがありません。興味本位でお店に入ってみたものの、出されたうどんは想像と全く違ったようです。こんな安っぽくて大丈夫なのかしら。ですがそのうどんを一口食べた瞬間、レアは衝撃を受けることになりました。彼女の身に一体何が起こったのでしょうか。今回は超セレブ女優のレア・セドゥが初めてうどんを食べた際の衝撃エピソードとそれに対する海外の反応をご紹介します。ぜひ最後までご覧ください。超セレブ女優レア・セドゥに愛される日本。レア・セドゥはフランスの女優です。世界最大級の油田開発会社シュユンベルジェの創始者のひ孫という超セレブの彼女、さらに大叔父と祖父は共にフランスの大手映画制作会社の社長というのだから、まさに華麗なる一族です。2006年に女優としてデビューし、2年後の2008年には映画美しい人で第34回セザール賞の有望新人女優賞にノミネートされました。セザール賞はアメリカのアカデミー賞にあたるフランスで最も権威ある映画賞です。たった2年でこのような賞に名を連ねてしまうのだから、レアの実力はお墨付きです。翌2009年にはタランティーノ監督のイングロリアスバスターズでハリウッドデビュー、主演はブラッド・ピットで、レアは物語の重要人物の娘シャーロットを演じました。しかしシャーロットにはセリフが全くなく、レアは目の動きだけで心情を表現し、その高い演技力が話題になりました。そしてこの作品は世界興行収入3億ドル以上を叩き出し、タランティーノ作品最大のヒットになったのです。レアの演技はどこか儚げな雰囲気と独特の間が特徴的です。セリフや出番が少なくても見る人に強烈な印象を与えることができるのです。2013年に出演した映画アデルブルーは熱い色は第66回カンヌ映画祭で最高賞のパルムドールを受賞しました。この時あのスティーブン・スピルバーグ監督がレアの演技を大絶賛、なんとレア自身にもパルムドールを贈ったのです。パルムドールは通常優れた映画作品に贈られますが、レアはカンヌ映画祭で史上初めて出演者としてパルムドールを受賞した人物となりました。さらには同作品ではフランスのリュミエール映画祭でも最優秀女優賞を獲得しています。そしてレア・セドゥの名が世界に知れ渡ることになったのはスパイ映画007です。彼女は2作連続でボンドガールに抜擢され、その魅力に世界中が虜になりました。そんなレアは大の親日家と言われていますが、彼女と日本の間には主だったエピソードはありません。彼女が日本に興味を持ったのは彼女を取り巻く環境でした。2作目の007でメガホンを取った一人、キャリー・ジョージ・福永監督は日系4世のアメリカ人で日本で生活していたことがあります。レアはこの映画のインタビューで、私は日本が大好きだけどこの映画は日本の美意識を感じた、それはキャリーが日本にルーツがあることに関係していると思うと語っているのです。またレアがハリウッドデビューを飾った際の監督は日本の任侠映画の大ファンとして知られるタランティーノ、彼の多大なる影響もあり、レアはより深く日本を知るようになったといいます。あるインタビューでは是枝裕和監督や河瀬直美監督と仕事をしてみたいと語ったこともあるほど、彼女は日本の映画をよく見ていたそうです。いつか日本の映画監督の作品にレア・セドゥが出演するなんてことが実現するかもしれませんね。日本のうどんチェーン店で絶句したレア・セドゥ。レア・セドゥの日本愛は映画だけではありません。彼女は来日するといつも姉と共にショッピングを楽しみました。レアの姉カミーユ・セドゥはパリで人気のスタイリストです。
妹レアのスタイリングも担当することがあるほど仲がいい2人。2016年には姉妹揃って日本を訪れたことがカミーユのインタビューによって明かされました。女優業の傍らモデルとしても活躍するレアはハイブランドのアンバサダーとしても活躍中です。パリやアメリカでは有名人であるばかりにゆっくりとショッピングができないのだとか。その点日本ではあまり彼女の名が知られていないこともあり安心して外を出歩けるのだといいます。2人はマネージャーとともに渋谷や原宿、代官山や表参道などを巡りました。そこで日本のファッションのトレンドや日本ならではの文化にも触れたそうです。レアは、東京は大好き、これで3回目よ。日本の古い様式の建物に心が洗われたわ。パリではこんな場所はなかなかないもの。庭もお屋敷の中も伝統が感じられて素晴らしかった。特急朝倉亭を訪れた感想を語りました。さらに日本の女性たちのファッションについては、日本の女性は本当に様々なスタイルで、常識を破ることを恐れない。一方でエレガンスもちゃんと持っている。洗練されているわね。タイトなスケジュールで来日していたセドゥ姉妹。原宿で古着屋やカフェを回りながら雑誌の撮影をしていた時でした。どこか適当な店で昼食をとることにしたのですが、レアが突然、あそこにしましょうよ、とある店を指さして言うのです。それが、花丸うどん竹下通り店でした。花丸うどんは日本では手軽にゆで揚げうどんが食べられると人気のチェーン店です。あのうどん県として有名な香川県が発祥の店で、セルフ方式の注文方法を採用しています。うどんやサイドメニューを自由に組み合わせて選べるので、食べたいものを好きなだけ食べられるところも人気の理由。全国に438店舗も構え、現在はショッピングモールのフードコートなどにも多く出店しています。そんな日本人から絶大な人気を誇る花丸うどんですが、高級寿司店や人気のラーメン屋などと比べると海外の人々からの認知度はあまり高くないのが現状ではないでしょうか。しかしこの時たまたまセドゥ姉妹の目に留まったのがまさしくこの人気うどんチェーン店だったのです。あんな店見たことないわ、行ってみましょうよ、と興味津々のレアの一声で一行は花丸うどんに入店することになりました。独特な花丸うどんのセルフ方式に最初は戸惑いを見せたセドゥ姉妹でしたが、一緒にいた日本人スタッフの勧めで彼女たちは一番人気のかけうどんを注文することに。その他にもレアは天ぷらやいなり寿司など目についたものを次々と皿に取ったといいます。しかし出来上がったうどんを見てレアは驚愕し、その場に立ち尽くしてしまったのです。超セレブの舌を満足させた日本の庶民派うどん店。これは何？不思議そうにかけうどんを見つめるレア。日本人スタッフがかけうどんについて説明すると、思っていたのと随分違うわね。こんな安っぽくて本当に食べて大丈夫？とあまり花があるとは言えないうどんのビジュアルにレアは落胆してしまったのだとか。席に着いてからも彼女はなかなかうどんに箸をつけようとはしませんでした。まずは日本人スタッフがうどんを食べるのをこっそりと確認したのだといいます。しばらくの間怪訝そうに見ていたレアでしたが、スタッフたちは美味しそうにうどんをすすっています。それを見て安心した彼女も慣れない手つきで恐る恐るうどんを口に運んでみました。すると次の瞬間、レアは自分の体に衝撃が走るのを感じたのだといいます。おいしい、これとてもおいしいわ。生まれて初めて食べたうどんはどうやら彼女の口に合った様子。シンプルな麺だけどスープの味がしっかり染み込んでる。スープも混じり気がないのに複雑で繊細な味がするわね、とかけうどんを大絶賛することになりました。そしてあっという間に一杯を平らげ、天ぷらといなり寿司も残さずにしっかり食べ尽くしてしまったのだそうです。レアは姉や他のスタッフが食べている間店内を見回しました。もちろん客は日本人ばかりで、会社員や学生と思われる人たちがひっきりなしに訪れます。平日の昼時ともあって混雑しているものの、みんなうどんを食べ終わるとさっさと店を出ていくので、誰もレアの存在に気づく様子はありませんでした。周囲の目を気にせずに食事を手軽に楽しめるスタイルも彼女が花丸うどんを気に入ったポイントなのだといいます。レアは日本のうどんをこの時初めて体験しましたが、
実はうどんは多くの海外セレブに愛されています。日本の CM にも登場したグラミー賞シンガーのミゲルは、新宿のうどん店ツルトンタンがお気に入りなのだそうです。この店の特徴である大きな器に興味を持ち、購入できないか交渉したという逸話まであるほど。また世界的な人気モデルのベラ・ハディッドは、日本の食材を集めて味噌ラーメンを自作しましたが、この時使用したのは中華麺ではなくうどんでした。体型維持のため、中華麺よりもグルテン含有量の少ないうどんを選択したのだとか。うどんはパスタや中華麺よりカロリーが低く、消化吸収がゆっくりなので太りにくいとも言われるのです。健康や美容に対しての意識が高い海外セレブに、隠れうどんファンが多いのもうなずけます。レアもまたこの日からすっかり日本のうどんに魅了されてしまったようです。そしてそんな彼女と日本食のつながりは、思わぬところでも見ることができます。彼女が主演を務めた映画、それでも私は生きていくにも、日本食が登場しているのです。シングルマザーとして育児や介護に奮闘するレア演じる主人公のサンドラ、徐々に老いていく実の父親の姿に無力感を覚える彼女は、ひょんなことから友人のクレマンと再会し、恋に落ちていきます。このサンドラとクレマンがデートする場面で登場するのが日本食のレストランでした。しかも店の名前は金太郎。この店はパリのオペラ駅の近くに実際にある日本食レストランで、日本のラーメン屋のようなメニューが人気のお店です。ラーメンやチャーハン、丼、餃子やカレーなど庶民的なメニューが売りとのこと。店員は金太郎のように前掛けをつけていて、遊び心もたっぷり。店の外観はパリの街並みに馴染むおしゃれなカフェのような佇まいなのですが、ひらがなで金太郎と大きく書かれた青い看板を掲げています。とても人気のある店で、連日行列ができているそうです。そしてこの店が登場する映画、それでも私は生きていくは、第66回ベルリン国際映画祭で監督賞を受賞し、世界的にも注目されました。同作で日本食のレストランが登場したことも、映画ファンの間で密かな話題になったようです。海外で巻き起こったうどんブーム。実は今、海外から日本に来る旅行客の間でとても人気がある日本食の一つがうどんなのだといいます。以前はラーメンの方が人気があったそうですが、ヘルシー志向の高まりでうどんやそばが注目されているのだとか。香川のさぬきうどんをはじめとし、秋田の稲庭うどん、群馬のひもかわうどん、愛知のきしめんなど、味も形も様々なうどん、麺の太さや味付けの違いを楽しむために、うどんの本場を訪れる外国人が年々増加しているようです。また格式ばらずに手軽に食べられることや、値段が手頃なことなども人気の理由。近年ではうどん作りに興味を持つ外国人も多く、ツアーにうどん作り体験が組み込まれるなど、日本文化としてうどんが広く認知されつつあります。そんなうどんの起源は中国と言われています。シルクロードを渡って日本に伝来した小麦粉や製麺技術が、その土地に合わせて進化を遂げた結果、今の形に行き着いたのだそうです。日本が誇るヘルシーフードとして、海外セレブを中心に注目され始めたうどんですが、その一方で外国人には好き嫌いが分かれる料理の一つだとも言われています。その理由は出汁の味。日本人にとっては癖のない優しい味わいに感じられますが、カツオや煮干しなど魚の風味が苦手という外国人もいるのだそう。またうどんのふにゃふにゃした食感が苦手という人や、味付けが薄すぎて味がしないという人も。そんな背景を考えると、外国人に一番人気のうどんがカレーうどんというのもうなずけます。さらに日本のうどんは海外では様々な形にアレンジされることもあるのだとか。中国ではトマトベースのスープ、タイではトムヤムクンスープ、ベトナムではフォーのようなうどんなど、その国ならではのうどんが生まれているのです。日本でも一世を風靡した香川県丸亀市生まれのうどんチェーン店、丸亀製麺。丸亀製麺の売上ランキング第1位の店舗は、なんとハワイのワイキキ店だそうです。同店舗ではスパイシーカレーうどんやガーリックチキンのサラダうどんなど、独特なメニューが目を引きます。マッシュルームの天ぷらやスパムおにぎりなど、サイドメニューもいかにもハワイらしいものが取り揃えられています。
普段麺類をすすらない外国人は猫舌が多いそうで、出汁の温度は日本よりもぬるめです。スープを熱々で飲むことがマナー違反とされている海外のルールにも当てはまります。しかもこれらを考えているのは丸亀製麺の日本人社員だというのだから驚きです。日本食でありながらその土地の人々に合わせたメニューが考案されている点も、密かにうどんが人気を集める秘密なのかもしれません。海外の反応。この話題について海外のネットユーザーからたくさんのコメントが届いていますので、その一部をご紹介します。うどんはラーメンよりもあっさりしていてもたれない、旅行で歩き回るのにはぴったりのランチだよ、トッピングやサイドメニューが自由にカスタマイズできるのは最高だね、アメリカのショッピングモールのフードコートには丸亀製麺があるよ、同じうどんでもスープが違うだけで味が全然違うのが魅力だね、さっぱりしたいときはかけうどん、がっつり食べるときはカレーうどんがおすすめ、うどんは食べやすいのと値段が手頃なのがいいよね、日本ではこんなに安くてこんなに美味しいものがあるなんて、私の国ではかけうどんが1杯600円くらいだけど日本だともっと安いのよね、このクオリティがワンコインで楽しめるなんて日本くらいじゃないの、日本のうどんは海外では通用しないな、まず食感が悪くて茹ですぎたパスタみたい、だし汁もほとんど味がしない、日本に行った時に友人に連れられて花丸うどんを食べたけど、これのどこが美味しいのかさっぱりわからなかったよ、ワイキキに行った時に丸亀製麺を知ったよ、あまりにも美味しいから滞在中2回も行ったんだ、ここのうどんは美味しいしサービスも手際がいい、スパムおむすびやエビの照り焼きなんかもあって大満足だよ、ワイキキの丸亀製麺はいつでも行列ができてるから僕の故郷にも出店してほしいな、いかがでしたか。興味本位で日本の激安うどん店に引き寄せられたレア、彼女は最初そのあまりにもシンプルなビジュアルに驚いてしまったようですが、今ではすっかりうどんの大ファンなのだそうです。日本のうどんはシンプルだからこそアレンジの仕方が豊富な料理でもあります。庶民派日本食の代表であるうどんがこうして世界中で姿を変えて愛されているのは嬉しいことですね。日本にはまだ海外の人々が知らない庶民的で美味しい料理がたくさん存在します。いつか意外な日本の家庭料理にスポットライトが当たる日が来るかもしれませんね。それでは今回の動画はこれで終わります。ご視聴ありがとうございました。